とユッコ、はい、ここはグアムです。来ました。ユッコ、グアムに来たことありますか？本日、今回3回目です。3回目？私も3回目。一緒。ゴルフは初めて。初？グアムゴルフは初？初めてです。おお、いいですね。なんと、グアムなら近いので今日は私も職場に来ました。深夜に3時間半のフライトを終えて今来ました。今日はですね、エオパレスリゾートに泊まります。はい、知ってる？いや、知らなかった。知らなかった。エオパレスリゾートはゴルフにすごく向いてて、ホテルっていうか泊まるところの目の前がゴルフ場。しかも2つコースがあって36あります。起きてすぐゴルフ、最高だね。最高、合宿向きです。で、なんと、もう寒かったでしょ？めっちゃ寒かった。なんと、グアムの平均気温は26度です。あったかい。あったかい。夜でも寒くない。焼けちゃうね。焼けちゃう。ゆうこまた黒くなっちゃう。そうなんですよ。あんま黒くなりすぎないように。はい。では、早速ね、エオパレスリゾートに参りたいと思います。バスが迎えに来てくれましたので、バスに乗って、ここから、はい、30分はい、かけてレオパレスリゾートに行きます。はい、はい、着きました。早かった。早かった。一瞬バス超寒くしてたね。まだまだ来てる。なんと言う子、はい、ここは24時間いつでもチェックインができます。そっか、そういうことか。なんで今グアム時間っていうと4時に近いんですぐらいチェックインできます。チェックインできます。よかった。寝よう、とりあえず寝たい。よし、行こう。レッツゴー。はい、ここチェックインが終わったんで、はい、コンドミニアムまでシャトルバスで移動します。イエーイ。よし、よし、よし。そう、あ、靴を脱げる。なんとゆっこ、はい、今日は、うん、レオパレスはね、ホテルもあるんだけど、うん、はい、コンドミニアムって、うん、なんて言えばいいんだろう、家っぽいとこ。わかるよね。家っぽいところ。洗濯機、洗濯とか。あ、いい系の方に今日は泊まります。はい。お、電気がついてる。はい。あ、お邪魔します。家じゃん。寒いあ、めっちゃキッチンとか。あ、すごい。海外仕様だね。超でかいよ。これでオーブン？すごい。海外っぽい。発車ゴルフので寝ます。もうびしょびしょ。おやすみなさーい。おはようございます。結構おはようございます。おはようございます。寝れましたか？めっちゃ寝ました。じゃあ準備は万端ですね。はい。今日はですね、1日目ということでですね、早速ゴルフをしたいと思います。今日回るコースはブーゲンビリアプルメリアコースになります。はい、はい、お腹すいたよね。いや、もうペコペコですね。とりあえずご飯を食べながらコースについていろいろ話したいと思うので、ご飯を食べましょう。はい。藤田光プロのすごい等身大パネル。ちっちゃ。ちっちゃくないっすよ。なんかもっと背大きい感じがしてた。すごいね、レオパレスリゾート所属なんだね。あの今平さん、本当だ。すごいね。じゃあご飯食べに行きますか。コース見えるね。すごい。どういう、クリスマスツリーが。あ、もうクリスマスだからね。あったかいクリスマス。もうすでにもうボールがなくなりそうな雰囲気がめっちゃ出てます。やばい。いや、すごく難しいっていう話を聞いてるので、ここで100叩かなかったらすごく自信がつきそうです。すごいボリューム。めっちゃボリューム。すごくないこれ。
想像以上。しかもめっちゃ美味しそう。美味しそう、すごい匂いが、ね、タルタルはこんな手作りで山盛りだよ。タルタル大好き。食べましょう。食べたい。食べたい。いただきます。エビフライだね。うん、美味しい、揚げたて。食べる。うん、ペルちゃんも美味しいよ。綺麗。すごいね、洋芝かな。すごい。いきなり打ち下ろしじゃん。よし、お、頑張ります。頑張ります。ございます。はい、今日は最初にね、プルメリア、あ、プルメリアコースを、プルメリアコースから回ります。はい。で、このコースはですね、ナンバー3、3番ホールが自重と挑戦っていうのを使って、なんでしょうね、ついてる、なんでしょうね。ティーショットからホールアウトするまでベストパフォーマンスを要求されます。まさしくモンスターなロングホールです。なるほど。ください。メンタル勝負になりそうですね。ティーショットは打ち下ろし、セカンド地点は谷越え、はい、気が抜けない、うん、プルメリアコースの中でも最難関もあります。今日はね、重大なね、任務が課せられてまして、はい、私は白から90以下で、はい、ゆっこ最近ベストいくつだっけ。98。ここでゆっこも赤から90以下かな。さっき90切ったもんね。切れたけど、それをもう動画でさ、でも見せちゃおうよ。どうしよう、知らないコースだけど。でもそれいい、うん、ちょっと ね、メンタル勝負だと思って。じゃあ頑張ろう、頑張ろう、頑張ろうね。で、なんとですね、それを達成するとですよ、はい、視聴者の方に、うん、グアム、ここのレオパレスリゾート、うん、はい、3泊4日の宿泊券をプレゼントします。それだったらもうなおさらやっぱちょっとちょっとそれだったらなおさらちょっとOK OK。 ダメだった場合は罰ゲームやりますか。はい、プールで、あの、ちょっとアトラクションがあるんでそれやります。まあ、それは後でまた言います。とりあえずね頑張っていこう。はい、楽しんで、目標を持って、うん、はい、では早速打っていきましょう。はい、今日も完全武装で焼けないようにお願いします。お願いします。楽しんでいこう。楽しんでいこう。おお、いいじゃん。飛んでるし、ナイスショー。ゆっこ全然変わった。音めっちゃいい。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。